内閣総理大臣麻生太郎君。基本的に思っている通りのことをきちんと自分の信念を、大事なことだと思います。私もそのように考えております。それは 私どもも同じように考えて、多分小沢投手も同様な考えでこれまで政治生活をしてこられたんだと存じますし、私もそのように思って政治生活をこれまで送らせていただいたもんだと私自身もそう思っております。従いまして、今申し上げてましたように、私どもは今回は政局よりは政策だということを最初に申し上げておりました。そしてその通りに実行させていただき、一次補正の中において少なくとも借り手側の話につきましては一応の対策ができたんだと、数字の上からもそういった感じをいたしております。問題は貸し手側にというところもありますので、ぜひその貸し手側につきましては審議並びに採決をよろしく重ねてお願いを申し上げたいと存じます。ぜひそういった上で私どもはこの税収を見、そして年末にかけまして我々は年末の予算というものを考え、きちんと一次補正に続きまして二次補正、そして本予算と、きちんと1月には通常国会において提出をさせていただきたいと思いますので、ぜひ早々に出させていただきますので、ぜひご協力のほどを重ねてお願いを申し上げて、時間だと思いますのでお答えなり答弁に返させていただきますが、ぜひこういった形でかねてからお願いとしました党首討論がきちんとできましたことに関しまして重ねて感謝を申し上げ、今後ともこういった形で党首討論ができて国民の前で堂々と意見が交換できます機会があることを心からお願いを申し上げて、答弁なり私からの意見に返させていただきます。ありがとうございました。いいね、OK。 これにて小沢君の発言は終了いたしました。本日の合同審査会は終了いたしました。これにて散会いたします。ご苦労様でございました。どうも。麻生総理大臣と民主党小沢代表の党首討論が終わりました。討論では第二次補正予算案の提出時期や衆議院の解散総選挙などをめぐって論戦が交わされました。この時間は党首討論の模様を衆議院第一委員室から中継でお伝えしました。国会中継を終わります。